FIFA 国際サッカー連盟がジュビロ磐田に下した処分についてこちらにまとめました。まず、ファビアン・ゴンザレス選手に対する処分です。タイのクラブへおよそ5万ドルの賠償金の支払い、これはチームも連帯して支払い義務を負うとしています。そして、4ヶ月の公式戦出場停止です。さらに、チームに下されたのが来シーズンの新規選手の登録禁止です。 これはユースなどすべての年代の男子チームが対象となります。サッカースクールなどへの絵も影響があり、来年度に入団する新小学5年生などは、1年間日本サッカー協会への登録が必要となる大会に出場できません。ジュビロの提訴に対し、スポーツ仲裁裁判所がいつどのような裁定を下すのか注目されます。